そうね。こちらに攻めてくるぐらいだ。話し合う気は毛頭ないだろうな。私たち、たまきちゃんを守りたいんです。だから知ってることを教えてください。そうだね。やってやる。唯一教えられるとすれば、その子を守りたいならそのまま去ることだ。やるぞ。化け物がいきなり。この数は尋常じゃない。お互い争っている場合ではなさそうだぞ。どうする？君たち次第だ。一時休戦させて、まずは化け物を倒さないと。化け物の奇襲を受けて味方が混乱しているみたい。まずはみんなの救援を優先しましょう。切り替え早いね。でもなんかいいな、君のそういうところ。協力してくれてありがとう、猫殿。猫殿ではない。わしは織田信長ぞ。俺の出番だ。よし、うまくいくね。ブラーボー！実にお見事です。うまくいったな。邪魔されるなんてね。なかなか刹那さんの思い通りにはならないもんだな。天下への道は険しきものよ。致し方あるにゃ。タマキは本当に胸を痛めている。なぜ刹那は彼女と戦う？奴の本心が知りたい。ごめんなさい、私からは何も言えない。でもただ見守るだけが優しさじゃないわ。手伝おう。呼んだかい？
超シールマイル。参りましょう。俺に任せておいで。華麗だね。バッチリ令嬢、よろしくね。退散してもらおう。もっと激しく応援しているよ。寄せよかろう。華麗だね。応援しているよ。チェックメイトだ。勝負、道を開けてもらうよ。先生、私こそ真の三国無双だ。踊ってるみたいね。これで終わりだ。私こそ真の三国無双だ。刹那殿は玉城殿を本気で攻撃していなかった。それにあなたの仲間が言ったわ。刹那殿は玉城殿を大切に思っているって。なるほど、この力が手に入れば心強い。分かった、あなたたちに全てを話そう。え？ああ、その…そうだ、頼む。そうね、分かった。そうね、本当。
そうだな。ええ。そうだな。そう。はい。うん。まさか。ええ。いえ。私が。ソフィー殿。うん。うん。よーし。ありがとうございます。あの。承知いたしました。ありがとうございます。あの。うん。